はい。地方総合次第になり損ねた大学。だからダメというわけじゃありな,えないんですけど、ちょっとですね、ユニークな経歴の地方の私立大学ございますんで、今日はここを紹介したいと思います。東亜大学と言います。山口県下関市です。なお、昔、東亜大学というのもありましたが、こちらは福岡県福岡市でした。東亜ですから、まあ東アジア大学と。 いうことですね現在は人間科学部、医療学部、芸術学部というユニークな3学部構成になっています。人間科学部は心理臨床子ども学科、定員割れ、国際交流学科、定員の半分、スポーツ健康学科、定員大幅に充足医療学部は医療工学科、若干の定員割れ、臨床工学技師、 救急救命士、えー、動物看護社会福祉と何でも医療系ぶっこんでる感じです。健康栄養学科大幅な定員割れ、残念ながら管理栄養士の合格実績も決して良いとは言えません。芸術学部、アートデザイン学科、定員30人で充足トータルビューティー学科、全国でも非常に珍しい美容師になれる大学、こちらも まあ、小規模ですが、定員は充足している。ということで、定員300人、1200人規模の大学なんですが、今年の新入生259人と、まあ、定員割りしているものの、現在の地方次第では割と普通という状況ではございますね。まあ、なんとか持ちこたえていると。あと、ご覧の通り、定員が30人、40人という学科がいっぱいありますが、もともとは、 もうちょっと大規模な大学でした。僕の知っている東亜大学って、今の学部構成と全然違うんですね。まあ、元々割と伝統のある大学なんで、ちょっとこの下関の東亜大学の歩みを振り返ってみましょう。なお、キャンパスは新幹線の新下関駅から徒歩10分。個人的には10分というには結構遠かった気がするんですけど、非常にこの高低差のある 山の斜面に作られてまして、結構ですね、僕がお,あのお邪魔した頃は、まあ、総合大学でも、もうちょっと規模が大きかったんですよ。で、昭和49年に開学しました。最初は経営学部、経営学科だけです。で、もともとここは高い理想を持っていて、人文社会自然の3つの科学を極めた総合大学を志向しておりました。はい。で、まあ、経営学部だけで誕生。 1981年、工学部を作ります。経営学と工学。で、工学部ですが、機械工、食品工業科学、組織工学。組織工学、よく分からないんですけど、経営工学みたいなもんでしょうか。で、その10年ほど後には、5年、博士課程5年一貫制の大学院総合学術研究科という大学院を作りました。普段私、大学院の話題外してるんですけど、ここで取り上げたのは、この東亜大学は、 この大学院総合学術研究科を非常に力を入れていて、たくさんの専攻を持っていたんですね。なので、まあ、大学の設立当初からアカデミックな雰囲気っていうのはすごく強くって、その新設の私立大学ですけど、入れそうなランクの受験生でいいやっていう感じではなかったんですね。そして、1993年にデザイン学部デザイン学科、1995年には法学部を作りました。 法学部企業法学科ということで、経営、公、デザイン、法という、まあ、非常にその実用的な文系、理系揃えた総合大学ということで、なんか、京都産業大学の誕生した頃と似てますね。まあ、その後もですね、えー、工学部に食品工業科学とは別に生命科学工学科を作ったり、まあ、 全国唯一の名前で中身がよくわからなかった組織工学科を、えー、システム工学科というよくさらによくわからない名前に変えたりしてたんですが、この頃からですね、えー、私が大学生になった頃ですね、このあたりが。で、2000年満を持して人文系を作ります。総合人間天文化学部、総合人間天文化学科。もう23年も前なんで僕も完全に忘れてますけど、 文学部とか人文学部とか人間文化学部って名前じゃなくて総合人間文化学部って名前にしてその人文系に関してもかなりのアカデミズム路線この頃でしたかね山崎正和という著名な学者が長いことこの東亜大学の学長をやっていたのはなので人文系やっと作ったんですけどよその大学みたいにその人文学部とか国際文化学部とか国にしないで そのものすごくアカデミックな名前とアカデミックな内容で人文系を立ち上げたんですね。翌年、この大学経済学部持ってなかったんですが、経営学部に開発経済学科を作りました。開発経済。で、単なる経済学科にしないで、まあ、国際的な分野を拡充しようということですかね。開発経済学、その途上国とかですね。そういうまあ、 単なる経済にしないところにも、この開発経済学をやる専門の学科を経営学部に作るあたりに、その総合人間文化とか総合学術と同じ、この大学の、まあ、受験生のニーズとはかけ離れたやたら高度なアカデミズム思考を感じるんですよ。で、おそらくこの年に法学部は企業法学科を辞めて法律学科にしたんでしょうね。企業法学科って名前じゃ公務員志望の人なかなか来ないのかなと。 えー、2003年、生命科学工学科を医療工学科に解消し、システム工学科を情報システム創造工学科に解消します。私ももう20年も前のことなんで忘れてるんですけど、この2000年代前半あたりから受験生が集まらなくなってきたんですね。おそらく。 転員割れしてきて、当時はまだね、今と違って大学作れば当たるような時代だったんですが、この頃にもう東亜大学は非常にその学生募集が苦しくなってました。せっかく頑張って人文系を作って、その文系理系揃えた総合大学になったものの、その規模の大きさが山口県下関市が耐えられなかったんでしょうか。学生募集が苦しくなってきて、ここまで順調に発展してきたのが、 明らかに悪い局面に変わったのが2004年です。経営学部と法学部を統合して、サービス産業学部、サービス産業学科にしてしまいました。なので、社会科学系の総合大学っぽい雰囲気を自ら放棄したんですね。そして、工学部も相当学生募集苦しかったんでしょうか。医療工学部に解消し、学科はそのまんま名前をちょろちょろ変えて、 食品安全工学科、医療福祉機械工学科、医療情報工学科にしたんですが、たった1年の間に、えー、医療情報工学科は廃止、次の年には食品安全工学科と医療福祉機械工学科も募集停止して、あっという間に工学部の雰囲気はなくなってしまいました。この頃ですかね、お隣の福岡県でも、えー、九州共立大学や東和大学が工学部を辞め、 東亜大学も、えー、純真学園大学ですかね、医療系大学に完全に衣替えをして生き残りを図ってました。そして次の2007年、とにかくもうこの頃本当に厳しい、苦しい、やばいオーラが出まくってて、肝入りで作った総合人間天文化学部をわずか7年で潰してしまい、経営と法が合体してできたサービス産業学部も辞めて、 文系はこの人間科学部にしちゃう。で、社会科学の要素が全部合体して人間社会学科。それと、まあ、作れば当たるスポーツ健康学科。ということで、文系は全部人間科学部になってしまいました。医療工学部の方ですが、医療栄養学科、管理栄養ですね。これを作って一発逆転。そして、この年にデザイン学部に美容師になれるトータルビューティー学科を作り、2年後には医療工学部を医療学部に変えて、 工学部の雰囲気は完全になくなり、医療系学部に化けました。その3年後、人間科学部の人間社会学科を改組して、現在の心理臨床、子供学科と国際交流学科にしました。医療栄養学科は健康栄養学科に変えました。デザイン学部は芸術学部に解消し、デザイン学科をアートデザイン学科に解消しました。ということで、2000年からの約10年の間、とにかく、 学生募集がよほど苦しかったと見えて、どん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 学部学科の合体、えー、それから募集停止、規模の縮小、名前をコロコロ変えるということをやりまくって、なんというか、これから全国の大学にやってくるであろう厳しい時代を20年先取りしてました。そういう感じで、えー、文系、理系揃えたこう結構アカデミックな手堅い総合大学だったのが、その、 マニアックな学部構成の大学に約10年で化けて、で、2012年にこのドタバタ改装する大学っていうのは一旦落ち着きまして、以後10年間はなんとなく現状維持のまま推移しています。なんでこの2000年代の改装改装しまくりの頃の人たちってのは本当に大変だったんだろうなという感じで、僕の知ってる東亜大学ってこの2000年より前のイメージなんですよ。自分の受験生や大学生の頃、 で僕が東亜大学を見学したのは多分2000年頃なんで、その以前の東亜大学と現在の東亜大学ってなんか全く別の生き物に生まれ変わってて、生き残りをかけていろいろ頑張った感があるんですが、まあ、ここ10年ぐらいはおとなしいと。現在の構成でやっていこうということなんでしょうね。というわけで、2000年の東亜大学と2023年の東亜大学で、ご覧の通り学部構成がほぼ別人なんですね。2000年の頃には 経営学、工学、デザイン、法、総合人間文化と地方の総合次第の割とあるあるな感じなんですよ。で、ここで上手に受験の難関校になっておけばよかったんですけど、正直なところ、もう学生集めのためなら何でもやるっていう感じだったし、確かこの時代ですかね、間違ってたら申し訳ありません。結構、海外からの留学生に頼ってた雰囲気もあったはずです。そのことによって、 えー、例えば、北海学園とか東北学院とか広島修道とか松山大とか、あの、な西南学院福岡大のような、私が地方次第の生き残りで絶対に欠かせないと言っている地域一番点。その県で、その地域でナンバーワンの私立大学だから、国公立落ちた人がすぐ入ってくれて生き残れる。しかも、この東亜大学の場合は、 そういった地域一番点になりうるだけの総合大学としての十分な学部数を抱えてるんですね。これ、熊本学園大学とか、同じ熊本では理系の中心の総上大学と似てて、普通、この学部構成なら生き残れるだろうと、普通は思うんですよ。で、下関だけじゃなくて、すぐそばの北九州市は100万人いますから、地方のこう名門次第として君臨できる ような学部構成だろうと僕は思ってたんですが、まあ学生募集がうまくいかず、人間科学部と医療学部と芸術学部という不思議な構成の学部に化けてしまった。まあデザイン学部は芸術学部になったんですけど、工学部は医療学部になって、いわゆる人文社会は人間科学部に統合されてしまった。ただ、この、とたバた統合のおかげで生きながらえている面はあります。で、この東亜大学が なななぜ地域一番店になれかなかったのかここまでの総合大学じゃなくても、事実上、経営学と法学で長いことやってた栃木県の白鸚大学は経営と法だけで総合大学オーラを出して地域一番点になってるんですね。まあ、現在は教育学部もありますけど。で、あとは、共栄学園前橋国際大学とか、金沢星稜大学のように、この東亜大学より、 さらに規模が小さい大学であっても地域一番点として優秀な高校生獲得できて生き残ってる大学もあるんですよ。なぜ東亜大学だけがこういったたくさんの学部を持って総合大学になっていながら地域一番点にはなれず不思議な回想をしたことで生きながらえたのか。一つは 地域一番店路線では生き残れないマーケットだったんじゃないかと私は考えています。よくある私が解組した場合として、この東亜大学が地域一番店の、まあ、文系中心の総合大学とした場合に、えー、まず総合人間店文化学部っていうか人文学部。で、経済も一度は手を出したんだから普通に経済学部を作る。経営法でこデザイン。えー、人文経済経営法こデザインということで、 こういう体制で理系も持ってるんだし、普通に考えれば人口の多い市場で生き残れると思うんですが、おそらくは東亜大学が生き残れなかった理由、まあ、今はね、名前を変えて生き残ってるんですけど、公立大じゃないかと思うんですね。下関市立大学があるんですよ、よりによって。で、ここが経済と省を持ってたんで、少なくとも経済、経営分野では勝てない。そして すぐそばに北九州私立大があって、ここが人文経済経営法。さらに、新しく工学部まで作って、なんというか、全部持ってるんですよ。さらに、もし、従来型路線のまま東亜大が存続していたら、周南公立大が現れてしまう。山口県の。いわゆる旧徳山大ですね。徳山大も相当やばかったんですが、公立大になって一気に人気大学です。さらに、工学部です。すでに、 工学部が多すぎるんですよ、この地域。北九州の九州共立大は工学部撤退。東和大も撤退。そして、山陽小野田市立山口東京理科大が効率化。で、北九州市立大に国際環境工学部ができちゃう。ということで、工学部が多すぎて、おそらく工学部は生き残れなかった。北九州には九州国際大というのがあります。八幡製鉄で八幡大学って名前でしたね。ここ、 現在は法学部と現代ビジネス学部なんですけど、現代ビジネス学部はもともとは経済学部と国際小学部だったのが合体してしまった。ここも苦しいです。さらに、えー、下関から見てすぐそば、福岡大にがあるんですね。で、福岡大学が人文経済系方向は持ってますから、何やっても勝てません。デザインも九州産業大があります。さらに、法学部は加藤競争なんですよ。下関という立地は、 福岡工業大と広島工業大に挟まれちゃってますね。で、文系は広島修道大もある。山口県の場合。で、福岡大もある。同じ山口の下関だと、賠庫学院。まあ、これもね、僕のイメージだと女子大時代の賠庫女学院大のイメージが強いんですけど、ここがまあ人文系は食ってしまう。特に聞いたのは法律大だと思います。要は、九州大学や山口大学のような、まあ、 地元の国立大が、まあ、まずこの地域、君臨してますよね。その次の学力層が行く大学っていうときに、例えば、首都圏だと、マーチン、日東線、駒バ関西だと、関関同立三勤、交流みたいなポジション、その、仙台だったら東北学院、札幌だったら北海学園、四国だったら松山大、広島だったら広島修道が、文系中心の総合大学として、 すっぽりはまるポジションの学力層を、この東亜大学は人口が多いにも取れなかったのは、一重えに下関私立大と北九州私立大がごっそり持ってっちゃったからだと、私は思うんですよ。まして現在は、周南公立大や東京理科大もできちゃって、さらに状況は悪いです。で、北九州市100万人もいるのに、そういう南関マンモス文系総合次第が誕生してないんですね。 九州国際大や九州共立大は慣れる可能性がありましたけど、残念ながら過去から現在に至るまで高学力層が獲得できていない。このポジションに東亜大もすっぽりハマってしまい、高い理想とは裏腹に、公立大に負けた。それと山口県の人は福岡や広島に出てっちゃう。それによって、で、あとは大学自身の失敗としては、やっぱり金沢西陵とか、えー、白鸚とか前橋国際みたいに、 高学力層を取るっていう戦略を、こう、ちゃんと打ってなかったような気がするんですね。受験生の定員さえ満たせればいい。留学生頼ってもいい。出来のいい子じゃなくて、いい的な雰囲気を醸し出して、上位進学校の高校生たちが進学したい大学にならなかった面は感じる。プラス、この、公立大やライバル私立大の多さで、下関にあって、決して悪い立地ではないし、駅から近いし、新幹線だって通える。 なんだけど、このよそにあるのと同じ学部構成で総合大学化してしまったのが受験生に選ばれなかったという意味では気の毒な面はあります。これ、例えば東北学院大学だって、宮城県立大や仙台市立大が大規模な総合大学で、戦後直後から君臨していたら、今のポジションを保てたかどうかは分かりません。で、例えば名古屋だと南山とか愛知大も、 愛知県立大とか名古屋市立大学が昔はもっと規模が小さくてマニアックな学部だけで構成されており、十分その生き残れるマーケットがあったんですね。やっぱりこの下関市立大に社会科学を持ってかれて北九州市立大に全部揃ってるっていうのが、東和大にとっての不幸だったのかなというところですが、まあ、くじけることなく、公立大とか、 よその大規模次第にはない学問分野に生まれ変わることによって現状存続しているその人間科学、医療、芸術によって、まあ、マニアックな路線に走ることで普通のどこにでもある学部名を捨てて生まれ変わって現状生き延びているという点では、まあ、非常に注目すべき学校ですが、えー、心理臨床、子ども学科、国際交流学科 健康栄養学科に関してはだいぶ険しいことになっており、この2000年以降、20年、なんとか持ちこたえてきたんですけど、次の縮小が起きるのではないのかなと。山口県は、まあ、その、法律化したんだけど、なんせ下関市立はもうありますからね。ここがそれになれるはずもなく、次なる縮小が来るんじゃないのかな。まあ、何にせよ、地方の市立大学が苦しくなってくる中で、 いいろろ不利な条件の中、2000年代にもがき苦しんでいたこの東亜大学の経験というのは、今後、厳しくなっていく地方次第、しかも、どこにでもあるような学部構成で定員割れしていて、今後、縮小が避けられないという私立大学にとっては、それを20年前に経験して、現状、生き残っている大学として、参考になる事例なんではないかというふうに思います。 まあ相変わらず苦しいのは続くんですけれど、まあ、これだけ厳しいマーケットにいながら、ユニークな分野を作れば、そこは選ばれるというのが、一つのこの東亜大学の経験でしょうね。